Suzuki。はい、前回までは日本に仏教がどのように入ってきてどのように発達したかっていうところまでのお話をお聞きしたんですけども、ついに今回から空海誕生ということで。そうですね、やっと空海の話に入りますね、はい、で空海ってね、はい、まあ、その今の香川県の讃岐、まあの国で生まれますね。774年に生まれて、本名が佐伯の真央さん、真央、真央ちゃん、かっこいいな佐伯くんなんです。いや別に、なんでくんつけでいちいち言ったいや、すごい失礼なこと言ってしまった。失礼でもないけど、なんで言った。当時って、うん、まあ、そのすごい呪術の時代なんで、はい、そのこの名前マオっていうのは、はい、あの真、はい、あの誠に魚って書いてマオっていうんですけど、はい、うん、いい、うん、この動物の名前をつけるっていうのが一定の意味があったみたいですね。その動物の霊力にあやかるというか、その生命力にあやかるという意味があったみたいで、それにしてもなぜ魚にっては思いますけど、まあ、その讃岐出身でやりましたと、出てきましたと。でその佐伯氏っていうのがね、実はもともとアイヌ系なんじゃないかと言われてる。このもうびっくりした、えみたいな。まあアイヌ系で、そのこれ一説なんですけど、佐伯という名字自体が実は言葉が通じないという意味なんじゃないかって言われてる。え、アイヌ語かなんかで、遮るっていうのと同じような要は語源で、その言葉がこう止まる、つまり自分が喋っても相手には伝わらないとか、相手が喋ってもこちらに伝わらない、要は言葉が通じないって異民族であるっていう意味なんではないかというふうに説がある。これはもう正しいかどうかは絶妙な線だと思うけど、まあもう一説としてね、一説としてね、はいはい。で母方、これ父方が佐伯氏ですね、母方がまあ後氏、はい、阿吽の呼吸の兄、刀で後なんですけど、まあこの家系ですと、まあこれまあどういう家なのかよく分かってないですけどね、このルーツはね、はい、うん、まあ、いずれにせよその空海っていうのはもともとの祖先としてはその外来の一族であるだろうというふうに言われてるってことですね、はい、うん、で空海ってあと晩年とかにかけてめちゃくちゃその言語学的な書物たくさん書くんですよ。言葉にめちゃくちゃ集中するんだよね、まあ、それもともと仏教が言葉に集中してるのもあるんだけど、言語学としても発達したんで、仏教があの存在論とかやってる時にね、あのその時に言語もめちゃくちゃ追求してたんだけど、まあその流れもあると思うんだけど、その佐伯氏自体が実はその古代言語のその呪力に関係する一族なんではないかというのも一部の本に書いてあった、だから彼がその言葉に対しての集中力が強いんじゃないかとか。確かに、中国語 その習得時間ももう全部あの短くて、もう独学なんですよ。あとでその言語超得意なんでね、この人唐に行くんですけど、唐に行く前にもうすでに中国の言葉を習得してた。それに、まあ、唐行った後にサンスクリット語を3ヶ月で習得する、完全に。だ玄奘と近いよね、ここら辺ね。玄奘もそういうのあったよね。そうですね、天才っすね。天才ですよ、普通に天才です。今の世界にもさ、もう超言語得意な人もいるよね、たまにね、たまにね、本当に何カ国語もできたりとかさ、あれに近いのかもしれないけど、まあ、あのちっちゃい頃からやっぱ神童って呼ばれてるぐらいすごく才能のある人ですね。で当時の日本っていうのが、もう少し説明するとですね、これもふわっとした話で本当のところ分かんないんですけど、まあ何個か本読んで書いてあったのが、その漢字っていうのを本格的に僕たちが輸入して、その漢語で使って喋るようになる前の話ね、日本語の音っていうのはもともと漢字を当てる前には、あの一つの文字でいろんな意味を意味するじゃないですか。例えばまあこれは古代には多分なかったと思うんだけど、箸ってあのブリッジって意味もあるし、チョップスティックって意味もあるじゃんみたいなことがめちゃくちゃたくさんあるでしょ。実はもともとその音が同一のものっていうのは、その明確に分けられてなかったんじゃないかっていう話があって、面白い。その言葉、音が共通するものっていうのは全て連鎖的に一つのグループとして包含されてるんじゃないかみたいな、そういう言語体系を持っている謎の民族だよね、我々は。で、かつその言葉っていうものの力をすごく重視していたらしくて、言霊とも言われますけど、あのその言葉を言うっていうこと自体に呪力がまず宿っていると、だからその例えばですけど名乗るとか、名乗るだけで実は征服されたって意味なんだとか、名前を明かすということは相手に服属するという意味なんだとかね、あとはその
自分、その要は王様の言葉を伝える、でもその王様の言葉自体がすごく、なんていうんですかね、言葉が大事だから、王様も大事なんだけど、言葉が大事だ、その言葉自体に力が宿っているので、その言葉を伝える使者のその言葉もすごく大事だとか、そういうなんか謎の感覚を持っている、言葉をとても重視した民族なんですよね。面白いなそれ。それが漢字が入ってきて、まずは漢字を当て字として使い始めて、ひらがなとかが出てきて、で漢字が音読み訓読みになっていって、それで多分もうその隠れていったんだけど、もともとそういう同じ音の、例えばウェイトの松と、あの木の松っていうのは本当にちゃんと関連していて、その二分化なんだっていう考え方。その神様を待って宿る木が松であって、で神様を待つということが松ということであってみたいな、なんか例えばそういう話で、門松っていうのは神様を迎えるための松であってとか、うわ面白そう、面白い、そういう連鎖的な発想の仕方をするような民族だったらしいです。へえ、この時代はまだそういう民族の時代なんです、僕たちの祖先がね。たまたまと思ってましたけどね、僕はね。たまたまじゃないじゃないかって、なるほど、書いてあって面白い、面白いなと思ったんで。面白い。まあなんか文字が出てくる前にその意思疎通はもう音でしかなかったので、音とか声だったので、それだからもうよりこう重視されたんじゃないですか。文字が出てきたことによっていろんなこう表現の仕方が出てきて、それがある種その音っていうことがなんかね、重要度が相対されたかも、相対化されたのかもしれないですよね。なるほどなるほど。そうですね、はい。音はすごく重要でした。はい、で。神童と言われてすっごく頭がちっちゃい頃から良かったんですね、で15歳ぐらいの時、15歳までは地方の教育機関で学んでるんですよ。一応その時にも地方に教育機関があったんで、はい、あの地方の豪族の生まれですね、この人はね、そこそこいい生まれ だけどすごく地方で生まれてる状態ね、だけどすごく才能があったから、その一族のみんなは空海を中央に派遣して、中央のその官僚育成機関に入れれば彼はとても出世するのではないかと思ったわけですね。希望を背負わされたわけね。だから彼はその官僚になるための学校に、まあ15歳の時に讃岐を出てですね、上京をしてそこで学ぶことになるんです。エリートコース、はい。だけど15歳って実はその大学って言うんですけど、そこ、あの今の大学の語源ですよね。その大学に入ることがめちゃくちゃ遅いんですよ、15歳って。あ、遅いんですね。めっちゃ遅いんです。だからこの遅いんだけれども彼やっぱりすごく才能があって、でおじさんがね、その親王の、家庭教師とかしてるような、後の大谷さんっていうおじさんが、母方のおじさんがいるんですけど、そのおじさんを頼って、まあ、当時の長岡京に行ったりとか、人脈あったってことだな。そう、人脈もあってね、まあ、その後、まあ、長岡京を作り出る途中だったんで平城京で学んでるんですけど、その平城京っていうのは長岡京に移るもう直前の今からなくなりますぐらいの感じの都だよね、あの人口20万人ぐらいいたらしいんですけど、まあここで3年間ね、論語とか歴史とかを学ぶわけですね。でその後の大谷っていう自分のおじさんは、まあ論語をすごく重視していて、で、あの当時はまだその論語を学ぶことが官僚育成コースのやっぱり基礎でもあった時代であったので、まあそこに最初は何の疑問もなくめちゃくちゃ受験勉強をするわけですよ。で、あの大学に入る前にちょっと行ってから勉強してるんですね。で受験勉強してるんです。でそこで受験勉強してるんだけど、ちなみにこの大学受験めちゃくちゃ難しくて、その教科書の文字を千字ごとに3文字隠して、それが何かって当てないといけないんだって。むずむずつまり丸暗記してないと答えられない。そして不合格になると無知で打たれるんだ。ひど無知でなんで打たれるわかんない。厳しいで。ひど、悪いことしてない。不合格になると無知で打たれるの。いいやん別に。その15歳で上京して18歳で大学に行くんです。で名教科っていうところに入ってね、あのそれがその要は論語を勉強するところですよね、四書五教ですよね、四書五教を論語っていうか四書五教を勉強するところですね、儒教の。で、あのあと春秋左氏伝とか言ってね、あの歴史ね、歴史をね勉強したりするわけですよ。で、ここで勉強をしていくんだけれども、ですね、彼すごく優秀だったんで大学のその先生にもすごく期待をされてですね、特に漢語、要は中国語がとても得意だったと。
とてもこう一族からの期待を背負い、本人もとても勉強ができ、こう頑張ってるんですけども、実はこの時にその空海は一人悶々としてるわけ。このまあこれはもう想像しかできないんだけど、まあいろんな本でいろいろ書かれてます。その当時その基本的にこの学校ってエリートしかいないわけ、生まれのいい。でこの人たちは出世できるけど、自分って地方豪族だからそんなに出世できないこと明白なんですよ。ここでどんだけ頑張っても、もちろんその今まで自分たちの一族にはいないぐらいのレベルで出世はできるんだけど、じゃあめちゃくちゃ高いくらいになれるかってもうなれないことは明白に分かってるし、その学問をやってるというよりは官僚になるために勉強してるっていう、あるいは受験勉強のための受験勉強してる状態、まあ今と一緒だよね。なるほどなるほど。本当に頭がいい空海はあれって思うわけよ。気づいちゃう。これは意味があるのかと。自分の存在意義に対してアプローチし始めたかもしれないね。もう若い頃からこれ意味あるかってなった。あら。そう。意味あるんかって思ってるうちに、その仏教のその山岳仏教の人たちが山にこもって修行してる人がちらほら出てるわけですよ。その当時はすでに国家仏教化したその奈良の都での仏教っていうのが主流なんだけど、そのなんていうか反動として、まあ原始仏教っぽくその山にこもって修行して始める人たちが出てきていて、まあおそらくその人たちと何らかの触れ合いとかがありながら、その人たちの存在が気になってるんですよ彼も。そう、それまでの奈良の仏教でやっぱり権力とすごい結びついたり、あとその仏教ってどっちかというとね、あの学問仏教なんですよ。今研究職な色合いがすごい強かったんですね。なんかこう実践をする仏教、修行をちゃんとする仏教ってね、やっとこの山岳仏教という形でちらほら出てきたってところなんですよね。なるほど。でその山岳仏教が交流し始めて、そういう人たちの存在も気になりつつ、意味がねえなと思いながら黙々と勉強しているわけですけれども、まあこの同時期にすでに最澄は比叡山にあのもうなんかこう寺を建て始めてるんですよね。最澄は？最澄はもうちょっともう自分あの空海よりも年上なんで、先輩なんですね。先輩の7歳年上なんですけど、最澄さんも20歳ぐらいの時にね比叡山に入り始めるんで、あのすごく早い段階 で、そこでその彼のこと知ってたかどうかわかんない、多分知ってんだけど、あのそういう山に寺開いたみたいな新しい動きがあるぞということは分かっててすごく気になっていると、でこの時にそのどっちが先か分かんないんで、彼が山にこもる決意をする前なのか後なのか分かりないんだけど、虚空蔵愚文字法っていうね、まあ経お経というか修行方法があって、これは100万回マントラ唱えましょうみたいな、そうすると全部悟れますみたいな、唱えるだけで。大変よ。100万回なんかね、期限も決まってるからほぼ寝ずに唱え続けないとね達成できないぐらいのやつなんですよ。うわ大変よそれは。それ100万回唱えましょうみたいな。で彼これに出会うんですよ。でその100万回唱えたみたいなんですよね、ちゃんと。やったんすね。はい。へえ。なんかどうやらこれがきっかけになって、その大学の退学を決意してエリートコースから外れるんですよね。自らの意思で。これは家族からはすごく反対されたし、そりゃそうや、そのみんなの期待を完全に裏切ることになるわけです。そりゃそうや。なぜエリートコースにいるのに山にこもって100万回唱えてるんだと、何の意味があるんだっていう話になるんで、それをそっちのコースにね彼はねあの外れてしまう。あちゃちゃ。そう、しかも四国に帰ってねそれをやり始める。はいはいはい。だから彼の中でその具体的な道筋が見えない状態なんだけど、直感に頼ってなんか自分は本当はこっちがいいんじゃねえかって思ったことをとりあえずいきなり全部捨ててやってみるっていうことをものすごい若い段階で彼はやってしまうんですよね。いやもう天才の発想や。あれじゃないですか、そのもう普通に銀行とかでサラリーマンやりながら急にサラリーマンを辞めて樋口さんの元で修行したいですと。うちの弟子じゃない。それと同じ発想じゃないですか。9月から入ったうちの弟子じゃないですか。似てるね。親から止められますよね。あ今日あの行きの車の中で、あのマサね、樋口さんの弟子のマサ、マサが言ってたのが、あの親は悲しんでますって言ってた。一緒ですよ。空海と一緒ですね。なるほど。世間からそんなに認められたいでないけれども、実は最先端のことをやっているいい金パレットの樋口さんの元に修行に来るっていう。そうですよね。あいつ空海か。よし。ちょっと後で伝えてあげてください。付き合い方変えます。はい。で、まあ彼はそのさっきも動機についてはそういうふうに山に走った動機については喋ったんだけど、やっぱり当時その奈良仏教っていうのが腐敗してるんですよね。
やっぱりその権力と密接に関わってその国家に保護されながら、うん、ある程度の公正は極めて、はい、でその中で財源とかも確保してもらうことによって組織化されてしまい、うん、その6つの宗派があったんだけど、なんと陸宗って言うんだけど、うん、6宗とか陸宗と言われる、うん、その宗派があるんですけどね、はい、これ一応言っとくと三論宗とか常実宗とかね、発想宗、この発想宗はちなみに、あの玄奘さんが開いたやつだよね、うん、そう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 、まあ、玄奘さんの教えをこう道宗っていうお坊さんが持って帰ったやつですね、はいはい、あと苦舎宗、華厳宗、立宗っていうね、はい、この6つのね、はい、宗派があるんだけれども、うん、そのやっぱり空海からすると、うん、そのとてもこの時代を担える仏教ではないように見えて、しまったんじゃないかというふうな解説書によく書いてある、そういうことが、うん、本当はわかんないですよ、うん、でもおそらくそうでしょう、確かに彼のその後の著作とかを見たりとかすると、うん、そのそうなんだろうと僕も思いますけど、はい、そういうふうにやっぱ感じてしまって、はい、これ以上ここで勉強していても本当に埒が明かず何の変化も起きない、そして何の意味もない、全てを捨てて山にこもってそこで真理を追求してみようというスイッチが入ってしまう、うん、まさに振動ですよね。これはあの玄奘に似てるよね。玄奘もそうだよ ね全部捨てていっちゃったもんね。釈迦もそうだもん ね釈迦も恵まれた環境の中で、うん、あの真理を、ね、真理追求型にスイッチしてたもんね。やっぱ頭良すぎると、うん、もうその現世で、うん、もてはやされることに何らの価値も感じずに、でしょうね、で彼は多分もうちっちゃい頃からもてはやされてるから、うん、もうどうでもいいんですよ多分。なるほど、うん、そこに関してのその承認欲求なんてもはやないわけです。最初から欲求満たされてるというか、生じる前からずっと言われてるから。で彼は自分自身をその納得させる必要があって、そこでその自分のその頭で考えたらもう目の前にあるみんなが勉強してることはもうクソみたいに見えてしまうと。そうするとじゃあその次を求めるために何をするかっていうと、クソではない人たち、自分たちがもう見てクソだなって思って、クソとか言ったら申し訳ないけど彼が思ったであろうことね、そこで感じれなかったちょっとなんか怪しいことをしてるその山岳仏教の人たち、うん、ここに突っ込んでみようということで、ここ愚像愚問寺法、これを100万遍唱えてみると、はいはいはい、唱えてみた結果多分何か悟ることがあったんだと思う、はい、なるほど。それは別に国愚像愚問寺法じゃなくてもよかったと思うんだけど、うん、山に困ったことによって彼の中に何らかの多分感覚的糸口があったんでしょうね、うん、そこにのめり込むわけですよ、うん、はい。くしくもあれもう釈迦のような感じだよね、うんうん、なんか己自身に向き合うっていうか。そうだよね、うん、確かにね、そう満たされてるスタートから始まってね、うん、彼の場合ね、うん、いいところの生まれだしね、うんうん、で一人黙々とね、一人でね黙々と修行してるわけ空海が、うん、でも彼すっごい勉強できるからね、はいはいはい、文章を書くのとかハイパーうまいわけですよ、うんうん、もうハイパーうまいんで文章書き始めたりする。で24歳の時に、だから24歳までずっと山に一人でずっと修行してるんですけど、思春期なんなんや三号四季っていうね、書物を書くわけです、はいはいはい、これ今でも読めますけど、はい、この三号四季っていう書物を書いた、はい、でこの中にどういうことが書いてあるかっていうと、はい、その儒教とその道教、はい、老子のね、はい、とあとはその仏教、うん、この3つの中で、はい、仏教が一番優れているっていうことがまあ端的に言うと書いてある。しかもちょっと小説風も交えながら、そう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 、登場人物、架空の登場人物が来て、そうそうそう、出てきてね、はいはいはい、その人たちがの会話の中でそういうことがこう繰り広げられていくわけだけども、そういうことが書いてあるんですね。彼は全部学んでるんですよ、うん、で道教っていうのはその、うん、山で修行するっていうそのなんか仙人的な感覚とかっていうのは、うん、まあ、道教の影響を多分に受けてますんで、うん、その道教のことも彼は習得した上でそれを語っているし、はい、その仏教が優れているという説明する。でそれは言って俺も理解できる、うん、なんでかっつったら、うん、儒教っていうのは世界の説明してない、うん、なるほど、社会のシステムの話を基本的にしてる、なるほど、うん、あれはね、はい、で道教っていうのは世界の説明してんですよ、はい、けど、まあ、老子がかなりふわっとしたこと言ってるわけ、はい、で仏教ってこの人の時点で空海が出てくる時点でさっき言った鉄壁のロジックを持ってるわけですよ、はい、なるほど、はい、世界の説明に関して、はい、存在論、はい、実存するしないみたいな話をしてるわけ、うん、それをめちゃくちゃ頭いい人が読んだら、うんうんうん、どれが一番すげえって思うかっつったら、まあ、確かに仏教だろうなって思うわけ。なるほど、うんうんうん、言ってることの、まあ、範囲も広いし、そこにロジカルが
ロジックがちゃんとあるっていう感じですね。そう、あとつまり体系化されてるとか、あと言ってる人の数が多いよね。そうか、その積み重ねがアップデートの数が多いじゃん、やっぱり仏教の方がさ、さっき言ったあのね、あのどっかの回で言ったヤンヤンが言ってくれたあのどれでも経典にしていいぐらいのロジック通じてたらっていう以降をアップデートが連打されていく、レンダーされていくの、確かにいろんなフックができるようになる。そう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 、どれか一つにヒットするだけでいいわけですよ。はいはいはい、なるほど。はい、でこうやって修行していく中で、一つもう究極的な出会いをします、彼が。それが大日経っていう経典との出会いです。これが密教の経典なんですよ。おお、来た。はい、でこれはそのまあいろんな仏教勉強したんだけど、彼の中でね、その究極的な仏教のそのなんか中心は何なのかっていうことを彼は多分疑問に思っていて、それに回答されてるように感じたのが大日経。でもこの時点では、出会った時点では大日経に何が書いてあるか全然分かんないんですよ。なんか相当すげえことが書いてあるけど理解できないわけ、全部は。この全部は理解できないっていうのが、彼がこのあと実は塔に渡るんですけど、そこに対するエネルギーにこうつながっていくわけです、うん、うわー、現状や、まさに本当にエネルギーの源が。そう、これは何ぞと。でもどうやら相当すげえことが書いてある。いろんな人にいろいろ聞いても全く理解してる人がいない。でもこれは中国に行くしかないと。まあ、現状ですよね。現状、現状と全く同じ。なるほど、確かにね。モチベーションです。ということで、まあその大日経と出会って初めてここで密教と出会うわけですけども、次回は、その塔に渡るとかいう話をする前に、密教って何なのかっていう話をもう少しして、聞きたいそれ。でそこから塔に渡った話、そして最澄が出てくるっていう話をします。なるほどね、はい、すげえ。ちゅうか空海すごまあ真理追求型にあのやっぱ瞑想と言われてる人たち多いのな。あ、多分、追求してるんでしょうね、そしてこれ周りの人と話合わんかったろうな、確かに、ね、いやなんかちょっと浮きこぼれてる感があるっすよと思うじゃん、この人のキャラは陽気で社交性があるんです。しかもあらゆる権力者と対立せずに付き合えるんです、空海は。あ、すごい。そこのバランス感覚っていうか、やっぱり現状と似てるね。現状もやっぱりちゃんとこうすごく似てる。そうそう、真理追求型も内なる世界にすごい軸足を置きつつも、現実の世界でもマネジメント良好クソ発揮してるじゃないですか。資金調達も多かったしね。でも空海もすごく近くて、そういう側面もあるし、空海と現状が違うところは、空海は自分で理論をさらに打ち立てていってしまうんですよ。その密教理論っていうのを中国で学んで持って帰った後に、自分でいろんな本を新しく書いていって、それによって密教っていうのをまあいわゆる完成させた人だって言われてるんだけど、その密教を完成させていくんですよね。もはやもう自らの解釈でそれにこうアップデートを加えていって、完全にはまあそれまでの密教世界っていうのを完璧に再現しようとするわけ。そうですよね。そこは玄奘が訳したっていうのとはまた確かにレベルの違う話だなと思う。中国でも空海は超有名なんですよ。そうなんです。中国でももちろんこう密教というのは存在してて、まあ、今もあるんですけれども、こう密教の世界の中で8人のスーパースターがいる。8人の祖かな、その最後の一人が空海なんですよ。それは中国でもそういうふうに認識されてます。かっけえ、まあ不正室の天才。おお、あのレオナルド・ダ・ヴィンチレベルと言われ言ってる人もいる。スーパースターやん、はあ。まあね、実際芸術もできて、あの勉強もできて、資金調達とかもできて、なんでコミュ力もあって、なんで本当にダ・ヴィンチっぽいっすね。なるほど、はい、いやー、なんかそんな空海が作った密教、まあ、作ったわけじゃないですけど、完成させた密教っていうのは一体どういうものなのか、っていうことをちょっとなるべく分かりやすく説明します。分かりやすくお願いしますね。衝撃の連続だと思いますうわ、ちょっと次回がまた楽しみになってきました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。はい、スズクー。